イェリングフンボ群は、デンマーク、ユトランド半島中部のイェリング近郊で発見された、ルーン文字の刻まれた10世紀の石碑で知られる、フンボ群で、石碑は、デンマークの国家の起源を示す貴重な文字資料である。1994年に、世界遺産に登録された。イェリングにある、最も古い石碑は、デンマークの最初の王とされるゴー・ムロ王と、 ーラ王妃について刻んだものである。ゴウムロ王とーラ王妃のものより大きな石碑は彼らの子であるハーラル・アオハオの記念碑である。ハーラル・アオハオがデンマークとノルウェーを征服したこととデーン人のキリスト教への改修を祝って建てられた。石碑はイェリングの教会墓地にある二つの大きな古墳の間に建てられている。これらの石碑は ノルウェー人の土着宗教とデンマークのキリスト教家の移行期の様相を表している。ゴーム老王の石碑の面影より古く、小ぶりなルーン文字の石碑は、ゴームの石碑と呼ばれ、高さ1.24メートル、幅1メートル、厚さ50センチメートルの脳型体に近い形状をしている。ゴーム老王の亡くなる少し前に建てられたと考えられている。碑文には、 ゴーム王は、デンマークを救った日の中ラを記念してこの石碑を建てる。と読める。このルウェン語に使われた、AD800 年頃から使用された、スカンディナビア系の神、フサルクのルーン文字で碑文が刻まれている。尺文尺文ハーラルの石碑名 A、ハーラルの石碑は、高さ2.4メートル、最大幅2.9メートルの不定形の石碑であって、ハーラル、 アオハオの存命中の983年頃に建てられたと考えられている。北欧最古と考えられるキリスト像のレリーフがバイキング独特の伝統的な帯状装飾に囲まれて刻まれている。また別の面にはグリフィンが帯状装飾に囲まれて刻まれている。これはハーラル王自身のノルウェー征服を象徴して刻んだものと考えられている。 碑文には王であるハーラルは父であるゴームと母であるチューラを記念してこの石踏みを建てる。ハーラルはデンマークとノルウェーを勝利によって獲得し、デーエンジンをキリスト教へ改修したと刻まれている。釈文1955年にこの石碑の石膏レプリカがロンドンの英国祭にお目見えした。そのレプリカは現在、ロンドンのデンマーク語教会の敷地内に建てられている。 イエリングの墳墓北の墳墓からは1820年の調査によって石碑に平行かやや時期が古いイエリング様式の金星ゴブレットが発見された。北の墳墓の調査では木製品が収められた大きな宝物室が発見された。この墳墓自身からは被葬者の遺体は発見されなかったが聖堂の修理の際に 中年男性の骨格の一部と王の衣装と思われる衣の断片が発見されたことからゴー・ムロ王自身ではないかという議論もあった。いずれにせよ、聖堂に移される前にゴー・ムロ王と非中裸が葬られていたことはほぼ確実であろうと考えられている。なお、北の墳墓は958年から959年にかけての冬に作られたと推定されている。 南の塚は1860年代1941年に調査され、墓室は発見されなかった。1970年の発掘調査の結果、970年段階では未完成であったことが判明した。ハーラル・アオハオが何層にも土を積み重ねて記念碑的な意味で作らせたと考えられる。ありがとうございます。